それがもし逆の判決が出た場合ですね、誠実に対応していくべきであると考えており、本意というものをしっかり訴えていきたいというふうに思います。これが何よりも大切なのだと思っています。国としやっぱりポイントになるのは90メートルの軟弱地盤、その地点自体が調査されたデータがないと。まずこちら東京新聞こちら特報部なんですが、辺野古の記事が出ています、マイナンバーカードや原発処理水で岸田政権の強権ぶりが際立つ中、この問題も見過ごせない、沖縄県名護市辺野古の新基地建設計画、軟弱地盤の改良工事をめぐり国は設計変更の承認を県から得ないうちに関連工事の契約に踏み切った、29日には県が行政指導を出して強く反発、新基地反対派の間にも建設ありきの先走りと憤怒の渦が広まるとあります。もともとですね、地盤が軟弱ですと、いうことで、防衛省が2020年地盤改良工事のために設計変更を申請したんですが、県は翌年に不承認としました、で未承認の状態となっているんですが、それでも沖縄防衛局が今年の4月ですね、2件の入札を広告に出して、そして今月3日には工事契約をもう業者と締結したっていうんですね、未承認でも工事契約、これを受けて、名護市議の東恩納さんという、議員の方のコメントが載ってるんですが、何でもあり呆れて物が言えないと、こう書いてあります。そして、それを受けてですね、この流れが、福島第一原発の処理水の放出と被って見えるという、こういう意見もあって、福島第一原発に伴う処理水をめぐって地元の漁業関係者の理解を十分に得ることなく海洋放出に踏み切った様と通底しているように、この岸田総理のやり方は見えると、沖縄大学の宝幸佳さんという、憲法学の先生は、岸田総理はいつも結論ありきで進める、地元に寄り添う、丁寧に説明する、理解を求めていくとおっしゃるが、実現した試しがない、福島も沖縄もよく見ている、これでは信頼関係を築くことはできない、世界を見渡してみても今の時代環境への配慮をこれだけ気にしない国も珍しいと、こういうコメントが載っています。はい、構図はまるで海洋放出の時と同じだと言ってるね。この軟弱地盤でものすごい金がかかるっていう話があったじゃない。杭たくさん打たなくちゃいけなくて、そういう話がなんか、新聞紙面から途中からあまり多く出なくなってきちゃったね。結局この不承認のまま、国が進めようとしているという、東側ですかね、南側に関しては、かなりもう進捗状況が進んでいて、3月末の時点でもう 92% の土砂投入が終わっているようですと、いうこと、これから東側の工事に入っていくと、それに関する今回のニュースだったんですけどね、いわゆるその軟弱地盤の方に入っていくということになります。前に沖縄行った時にこの埋め立てするところを遠くから見ましたけども、ものすごい綺麗な海が、どんどん埋め立てられて、行ってるとこを見たね。県民の方の声とか、あと海の声とか地球の声とかは聞いてくれない感じしますね。そもそも、この辺野古にね、移設するっていう話をもうちょっとこうちゃんとしてからこの話は始まるべきだったんだよね。そこも地元の理解も得ずに、日本とアメリカの関係の中で推し進められてきたってこと自体が大きな問題だと思うんだけどね。はい、次です。はい。最初に、今は沖縄県知事の玉城デニーさんと、当時は外務大臣だった岸田さんの質疑をご覧ください。生活の尊、山本太郎と仲間たちの玉城デニーです。普天間飛行場の全面返還を実現するために、国としては辺野古への移設が唯一の選択肢であるということについて変わりはありませんが、しかしながらこの国と沖縄県、双方が延々と訴訟合戦を繰り広げている、こういった関係が続いたならば、普天間飛行場の現状がこれからも何年も固定化されかねません。そういった状況を踏まえ、政府としましては、裁判所から、
勧告という、この、和解案の勧告が出されたことを受け、和解を受け入れるという、まあ、決断をした次第であります。この和解を受け入れたということなんですが、まあ、当面国と県による協議が進む中においてですね、国は3月4日成立した和解条項にあるように地方自治法245条7所定の是正の指示を行い、一連の審査申し出及び訴訟などの提起に今後進んでいくであろうということも予想されるわけですね。ところがやっぱり話し合い協議をするということが大前提の和解案であるはずなんですよ。ところが和解発表からわずか3日後の7日国交大臣から今述べました是正の指示が出されています。まだ話し合いも何も行われていないのにすぐ是正の指示が行われた。この和解案受け入れ3日後に国交大臣から是正の指示が出された理由をお伺いいたします。今回の対応はこの和解内容に沿ったものであると考えています。和解条項の3項に、この是正の指示を、まあ、行うという内容が盛り込まれています。そして第8項の中に、この是正指示の取り消し訴訟判決確定まで、普天間飛行場の返還および、本件埋め立て事業に関する円満解決に向けた協議を行う、このように、明記されています。はい。では今大臣がおっしゃった和解条項、これ3月4日成立の和解条項と、それから実は大執行訴訟和解勧告文というのが1月29日に提示されています。この和解勧告文の趣旨に沿ってこの和解条項が提案されたという経緯をぜひ外務委員会委員の皆さんにも紹介をしながら、その中身を皆さんで共通の情報として共有しておきたいと思います。文章ところどころ省略して読ませていただきます。現在は沖縄対日本政府という対立の構図になっている。それはその原因についてどちらがいい悪いという問題以前に、そうなってはいけないという意味で双方ともに反省すべきである。本来あるべき姿としては沖縄を含めオールジャパンで最善の解決策を合意して米国に協力を求めるべきである。そうなれば米国としても大幅な改革を含めて積極的に努力をしようという契機となりうる。そのようにならず今後も裁判で争うとすると、仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後埋め立て承認の撤回がされたり設計変更に伴う変更承認が必要となったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ後者については知事の広範な裁量が認められて敗訴するリスクは高い。他方県が勝ったとしても辺野古移設が唯一の解決策だと主張する国が、それ以外の方法はありえないとして普天間飛行場の返還を求めないとしたら、沖縄だけで米国と交渉して普天間飛行場の返還を実現できるとは思えない。そこで以上の理由から次の通り和解案を2案提示するということで A 案 B 案出てきたわけです。まあ、この場合の B 案が、原告は本件訴訟を沖縄防衛局長は原告に対する行政不服審査法に基づく審査請求をそれぞれ取り下げる。沖縄防衛局長は埋め立て工事を直ちに中止する。原告と被告は違法確認訴訟を判決まで円満解決に向けた協議を行うというふうな形で、つまりオールジャパンで解決をするようにということが強く言われていて、しかも大執行訴訟をその前段の手続きを踏まないでいきなり踏み込んでいった国に対して、あなた方負けますよ、負けるリスクがありますよということもこの勧告文には書かれているわけです。司法の場で裁判を、まあ、行っているその裁判長裁判所からですね、こういうふうな勧告案が出るということは、およそ国にとっても県にとっても全くプラスにならない、むしろそれどころかますます争いを深めてしまうということが前提となっていての、和解条項、先ほど大臣がおっしゃった和解条項の、3条それから8条に対してその是正の指示が書かれている。しかし私が言ったのはオールジャパンで最善の解決策を求める、そのために円満協議を行うという、それが前提でないと事務的手続きだけを進めても、それは手続き上の話であってお互いの理解を深めるということには相ならないのではないかということをあえて申し上げたいわけです。請求すぎる印象にしか映らない和解発表からわずか3日後の是正の指示は、単なる行政事務の手続きに過ぎないとはいえ、円満解決に向けた協議を行うとする和解案本来の意義を否定する行為になるのではないかということについてお考えを聞かせてください。この現状が固定化されてしまうというこの点を強く指摘しています。そうならないために和解をするべきであるという文書であると認識をしております。そしてその結果としてこの
調整が行われ示されたのがこの和解条項といわれる項目、まあ、10項目にわたって、このまとめられましたこの和解条項であると、認識をしております。よってこの和解条項を誠実に、履行することこそ、この和解勧告文のこの意に沿って、問題をこの解決する上で大変重要であると我々は認識をしております。そしてこの和解条項においては国と沖縄県が翁長知事による埋め立て承認の取り消しの是非を争う訴訟に向けた手続きと国と沖縄県が普天間飛行場の返還及び埋め立て事業の解決に向けた協議、この2つを行うこととされています。こうしたあの和解条項の内容に従って、誠実に対応していくべきであると考えており、今回の是正指示につきましても政府と沖縄県とが合意した和解条項に基づくものであると確かに大臣がおっしゃるようにその和解条項この和解勧告文の内容も含めて、国県双方が歩み寄って話し合いをしなければならないということなんですが和解案を受け入れたその日にですね総理は辺野古が唯一の解決策であるという入り口からもう出口を閉じてしまっているような状況でそれでは大変残念であると翁長知事はコメントを発出しています。そうすると結局片方が片方の主張をするだけでもう片方に歩み寄れというのは非常におかしな協議になるのではないかと誰が見てもそう考えると思うんですね。であればゼロベースで考えようというのが国の姿勢であるべきでありそうであれば我々も協議に応じようというのが県の姿勢になるということが私はスマートな捉え方ではないかと思うんですがこの普天間基地が固定化されるという言葉はまるで沖縄県民に対する脅し文句のように聞こえます。しかしそうではないと思います。なぜなら在京5市も含め地方紙が社説の中でいろいろなコメントで今回のこの和解についてのコメントを載せています。かいつまんで、各種紹介いたします。毎日新聞政府は誠意ある対話をという表題です。国と地方が対等協力の関係になることが期待された改正地方自治法の精神に反すると指摘し本来は沖縄を含めオールジャパンで最善の解決策を合意して米国に協力を求めるべきだという考えを示しているということが先ほど私が紹介した通りです。朝日新聞真の和解にするために最大の問題は安倍総理が辺野古が唯一の選択肢とその姿勢を崩していないことだ。その前提に立つ限り辺野古移設脳の民意に支えられた翁長県政との真の和解は成り立ち得ない。西日本新聞これを機に根本解決を探れ安倍総理は和解案を受け入れつつも辺野古移設が唯一の選択肢との考え方に何ら変わりはないと述べた。これでは国と県の対立は終わらない。中日新聞県内断念こそ選択肢に普天間飛行場の辺野古への県内移設を断念し国外県外移設を米側に提起すべきではないかなどなど各種こういうふうにやはり辺野古が唯一の解決策であると言っている限りそれはもうデッドロックなんだ。だからそこから協議を進めていくための国の姿勢をしっかり問い直すべきではないかというふうに言っているわけです。ですから今日この国際情勢の動き衆議院の調査局外務調査室が用意してくださった安全保障に関する普天間飛行場の移設問題については産経新聞と読売新聞の記事を、載せておりますが、まあ、どちらかというと産経新聞と読売新聞さんは移設推進を応援する側です。ですが私が先ほどあえてこれは沖縄の琉球新報という地方紙に載った各種の社説なんですが沖縄ではこういうふうに全国で辺野古の問題をしっかり捉えていますよということを県民に広く知らしめるために進める側も立ち止まるべきだという側も両方の社説を紹介しています。その中で本当に沖縄県民が考えることはどういうことなのかということはやはり基地の負担軽減それに伴う普天間基地の早期閉鎖返還です。それに前提条件を付することなくしっかり協議をするこれこそが根本的な解決を求めている沖縄県民の民意に寄り添うことになるのではないかと私はかねてからそのことを訴えさせていただいております。根本的な解決を望むのであればこの各種の社説にあるように県民の求める解決策を図ることこそが地方自治の本意であるというふうに私は資料いたします。辺野古が唯一の解決策とする根本的な理由が存在するのかどうか今一度お聞かせください。沖縄県においては沖縄県のこの考え方があります。しかしこの裁判所の和解勧告文はまさにだからこそこのままでは、現状が固定化されてしまうというこの点を、まあ、指摘し和解案を提示、されたと考えます。そしてその和解、案を、国もそして沖縄県も
これは受け入れたわけですので、この共に受け入れたこの和解案を、まあ、誠実に履行するべく、この内容を実行していく、これが何よりも大切なのだと思っています。国としましても、まあ、ぜひ、和解案の、内容を誠実に、履行していきたいと考えています。この件に関しては、さらに、現場での、行動とそれからさまざまな、方々からの、意見が寄せられるものと思いますので、引き続き、大臣にもそれから政府に対しても我々沖縄県民が求めている辺野古の新基地建設反対の本意というものをしっかり訴えていきたいというふうに思います。続いて関連して、時間がないんですが、お伺いさせていただきます。続いてでは、今の質疑から約6年後の沖縄県議会の委員会の質疑をご覧ください。議会員。はい、今回提起している訴訟と、これまでの訴訟の違い、これについて私も質疑させていただきます。資料3の3で、これまでの訴訟の一覧があります。この辺野古の基地建設めぐって11件の訴訟がこれまで行われてきました。でこれよく見ていくと大きく2つに私分けられるのかなと思います。1つは国の関与をめぐる訴訟で、もう1つが公告訴訟で、この国の関与取り消し訴訟と公告訴訟、この違いっていうのは何ですか。かかず知事公室長。はい、関与取り消し訴訟ですけれども、これは地方自治法に基づき、違法な国の関与の取り消しを求める訴訟となります。当該訴訟は国土交通大臣が行った裁決、これがですね、行政福祉審査制度を乱用した違法な関与であることを明らかにするため、沖縄防衛局が審査請求の適格を書いていること、それから国土交通大臣がこれ審査長となり得ないこととを主張しております。これに対して広告訴訟ですけれども、これは行政事件訴訟法に基づき違法な採決の取り消しを求める訴訟となります。この広告訴訟では、採決が違法なものであることを明らかにするため、審査請求の違法性等の主張に加えましてですね、県の承認取り消しが適法に行われたものであり、採決の判断が誤りであることについても併せて主張するというふうに考えております。この関与取り消しっていうのは、国がいろんなことをやってきたその手法についての、訴訟、広告訴訟っていうのはその国によって行われた採決そのものが問われる裁判というふうに、理解していいのですか。はい、議員ご指摘の通りです。で過去11件訴訟をやりましたが、そのうち広告訴訟は何件あるのか、でその判決結果はどうですか。これまで11件の訴訟をやっておりますけれども、8件が基幹訴訟、2件が広告訴訟というふうになっておりまして、1件目の広告訴訟、これは平成27年、執行停止決定にかかる、これは和解による取り下げという形になっております。それから2件目ですね、これは令和元年ですけれども、採決にかかる広告訴訟、これはその現在係争中ということで、今回その議案を提案させていただいておりますけれども、今回の議案がですね、議案を通していただいて、訴訟を提起することが可能となりましたら、三原民になるということになります。過去2つ、1つは取り下げられている、で1つはまだ最高裁で係争中という意味では、判決はまだ1回も出たことはないわけですよね。はい、広告訴訟に関してはそういう理解になります。一つは取り下げて、まだ係争中のやつは令和元年2019年の、広告訴訟で、この2019年の広告訴訟というのはその元になっているのはその女川県政時代 の承認撤回に対する国の採決についてを争っている訴訟だと理解しています。で今回また広告訴訟なんだけれども、その2019年 の広告訴訟と今提起されている今回の広告訴訟、この違いは何ですか。承認の撤回にかかる訴訟が前回 の広告訴訟で、今回その提起しようとしているのは変更承認申請にかかる不承認処分に対して その採決、この採決を の取り消しを求めて訴えるというものが今回 の広告訴訟ということになっております。改めて私の理解述べさせてもらいますけれども、2019年の広告訴訟は女川県政が行った承認撤回に関する広告訴訟である。でそれは現在も最高裁にて係争中であり、判決はまだ出ていない。で一方で今回の広告訴訟は、今の公室長のお話だと、この間その軟弱地盤が見つかって政府が設計変更申請を行って、で玉城デニー知事が
不承認を行った。この不承認に対しての抗告訴訟という理解でいいのか、よろしいですか。はい、議員ご指摘の通り、変更承認申請にかかる不承認にかかることが、その、まあ、原因といいますか、契機となっております。なので、まあ、いろいろ裁判やってきたけれども、その、玉城県政が行った設計変更の不承認に対しての抗告訴訟としては、初めての抗告訴訟という理解でいいんですか。はい、ご指摘の通りです。なかなか裁判が多くて、頭の整理っていうのが、県民に特に伝わっていないと思うので、やっぱりこういうところをね、しっかりと、県としても県民に知らせていく必要があるんじゃないかなと思っています。それでこれまでこの辺野古をめぐる訴訟裁判見てきましたけれども、その多くが例のその国の関与のあり方だったりが入ってきて、その入り口論で裁判が県の主張を退けている、まあ、門前払いをしているっていうのが多かったと思います。でその県が提起した国の裁決、これは違法であると県は主張しているわけですよね。ただこの国の裁決の違法性については司法で判断を示されたことはないと私は思うんですが、いかがですか。若津知事公室長。はい、令和元年に、提訴した県の承認撤回にかかる抗告訴訟ですけれども、これは国土交通大臣が行った承認撤回取り消す裁決の取り消しを求めて その訴えの提起とでもありましたが、これは現在の係争中と。で同訴訟では国土交通大臣の裁決がこういう水面法に照らして違法であるか否かに加えまして、裁判所が判決を行うために必要な訴訟要件、これは先ほど来説明している法律上の訴訟性があるかどうか、原告適格があるかどうかということが争点になっておりまして、最高裁に継続中であります。これまで埋め立て承認の撤回にかかるこういう水面埋め立て法の要件に関して、ただこの実質的な審査は行ってこなかったものというように理解しております。一言で言えば実質審理がされていない。はい、結局その尾長さんの承認撤回だって、尾長県政 の撤回だったり、で玉城県政のこの不承認についても、その中身の実質審理がされないで門前払いが続いているというのが私今現状だと思います。でそういった意味では私やはり司法も今問われていると思うんですよね。この間何度もそういった形で実質審理まで入ってもらえなかった。でそこをやっぱり打開していかないとこの裁判もどうなるかわからないというと、そこは私懸念しているところです。でそういったのが続いてきたわけだから、やっぱり沖縄県としてやっぱり司法が本当に実質審理してくださいというような、こういった働きかけというのが今一番重要だと思うんですけれども。はい、我々もですね、航空訴訟でその実質審議が行われればというところは十分考えております。で今年の4月に国交大臣が行ったその県の不承認処分を取り消す裁決について、そもそも県はですね、この変更承認申請の内容がこういう水面埋め立て法の要件を満たさず不承認処分はこれ我々は正当であるというふうに考えております。それからもう一点、今般の不承認処分は沖縄防衛局がですね、これ固有の資格において受けたものであり、本件採決は権限の乱用としてなされたものであるというふうに考えておりまして、これは何もその県庁だけで判断している話ではなくてですね、先ほど来我々その弁護士でありますとか行政法学者等々からもいろんな意見を聞きながらですね、理論構築しているものであって、今述べた2点については我々はその正当であるというふうに考えております。それから令和3年7月の3号の税制の指示にかかるその最高裁の判決ですけれども、この3号の特別裁判許可を求める農林水産大臣の税制の指示が、これ適法か否かが争われまして、当該許可の必要性等について審議が行われた結果としてですね、まあ、これ県敗訴とはなりましたけれども、5名のうち2名の裁判官が反対意見を述べております。で、その内容は県の主張に沿ったものとなっていることから、まあ、今回の国交訴訟についても、こういう水面埋め立て法に基づく不承認処分の、適法性について審査が行われれば、知事の不承認処分の判断は適用であることが明らかになるというふうに考えております。その言い分もっともなんですよね。でこの県の私は正当性あると思ってます。実質審理をすれば私勝てると思ってる。だけどそこがされていない。でこの司法をどうやって世論で包囲していくか、沖縄県がどういう働きかけ方をするの難しいと思いますよ。だけど午前中の審議でもあったように、その行政法学者の方が百何十人って方たちが声明出してくれました、はい、で全国知事会もこれは地方自治が問われてるんだということで国に申し立てをした、まあ、そういった形でですね、やはり司法の場にもですね、そういう私たちのこの思いっていうのを届ける仕組みっていうのがやっぱり大切なんじゃないかな。例えばですけど、その全国の弁護士会の皆さんにやっぱ今回の訴訟の意義っていうのをやっぱ知事がしっかりと訴える。そしたらその弁護士会の皆さんたちが何らかのアクションを起こしてくれるかもしれない。やっぱ司法が実質審理をしてくださいっていうことを世論にしていかないと、私この裁判もなかなか大変なのかなと思っているんですけれども。
もう敗訴が4つあって、係争中が3つあってというような状況の中で、係争中のことについても、高裁レベルでは却下されたりして、非常に厳しい、状況にあります。ですから、まあ、そういう流れの中で、今回抗告訴訟を起こすということなんですけれども、この今回の県としての見通し、賞賛はどうですか。県としては変更承認申請の内容がですね、こういう水面を埋め立て法の要件を満たさず、不承認処分はこれ正当であるというふうに考えております。で、今回の採決は違法なものである、そういうことからとの今回の採決は違法なものであるというふうに考えておりまして、採決の取り消しを求める訴えの提起を議案として提出し、まあ、ご審議をいただいているというところでございます。まあ、本議会において議決が得られましたら、まあ、準備が整い次第、訴えを提起しまして、まあ、裁判において刑の正当性をですね、しっかりと主張してまいりたいというふうに考えております。県が勝訴したら当然工事は止まるということになるわけですけれども、県が敗訴した場合には逆に、工事が着手されるということになろうかと思います。ですから、そういうふうに、推移していくと、結局これまで返還合意されてから26年で、さらに今後その工事を進めて完成まで予定通り行ったとしても12年で、その間普天間がそのまま放置されていくというふうになった場合、まあ、私自身もこれまで何度も述べてきたように、普天間の移設については県外国外がいいという思いは変わらないんですけれども、ただやっぱりその原点である普天間の危険性除去ということが、原点でありながらもう26年も放置され、向こう12年間もまた放置される可能性があるというふうになるとですね、本当に先ほど又吉議員が、地元の議員としての訴えがありましたように、普天間の市民の皆さんがはじめ、県民へのこの、普天間の、危険性というものはそのまま継続されていくというふうになると、やはりここは県の立場として責任、県民の命と暮らしを守るという立場からして、その普天間の危険性除去というものに対しての関わり方、これについてもっと強化しなきゃいけないと思うんですけれども、これについての取り組みはどうですか。県はかねてから政府に対してはですね、対話による解決の必要性と重要性というものをですね、繰り返し述べてきております。沖縄の過重な基地負担の軽減を図るためには、政府に対し申し上げることは申し上げ、問題点を指摘しながら必要に応じ連携して取り組むことが重要であるというふうに考えておりまして、そういった意味から対話の必要性と違法行為の対応としての、今回出そうとしているその訴訟は別であるというふうに考えております。ただ、県としては政府に対して対話によってその解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く訴え、辺野古新基地建設阻止、そして、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除去を求めていきたいというふうに考えておりまして、議員のご指摘のとおり、この一日も早い危険性の除去というものがですね、原点にあるというふうに考えておりまして、例えばそのオスプレイ12基程度のその県外、あるいはその普天間所属機のですね、県外というようなことについても、我々はルール、説明もしますし、要請においてもそういった対応を求めているところでございます。金城委員。まあ、玉城知事はこの4年間ずっと対話での解決ということを訴え続けてきましたけれども、この4年間の歩みではなかなかそれが結果につながっていないというのが現実です。しかし、そのまま普天間の危険性は放置された状況の中で、推移してきていると。で、政府のその普天間についての考え方というのは、沖縄県が辺野古を反対しているから普天間は動かないんだということを言っているわけですね。ですから、そういう私は県議会、本会議の場でも一般質問でもやりましたけれども、そうであるならば、この辺野古はやっぱりこうして訴訟を起こして反対運動をやっていろんな抵抗を示しながらも全く変化なく、進められてきたという現実を考えるならば、やはりその辺野古をもう政府はやりたいんだったらもうしょうがない、やるんだったらやれと、我々は決して認めないというスタンスは起きながら、しかし普天間をそのまま放置するのかと、危険性除去をそのまま放置するのかと、2013年には知事と総理大臣の約束もあったではないかと、5年以内の運用停止はどこへ行ったんだと、そういうふうな具体的な交渉ができると思うんですよね。だから辺野古に反対するから
放置するんだというふうなことを、突き崩さないといけないでしょう。で、そういう世論というものを全国にも呼びかけながら、で、普天間の危険というものを一日も早く除去しろと、運用停止の約束はどうなったんだと、そういうふうな具体的な交渉ができると思うんですけれども、ただ反対ばっかりでは今までの経緯と変わらないでしょう。県としてはその普天間飛行場の一日も早い危険性の除去や早期閉鎖返還を実現するためですね、まあ、政府に対して同飛行場の県外国外移設を求めているところであり、また速やかな運用停止の実現に向けた取り組みの一つとして、先ほども答弁させていただきましたが、オスプレイ12機程度の県外拠点配備、それから同飛行場所属機の県外国外への長期ローテーションの配備などを求めているところでございます。すいません、1点だけ確認をさせてください。訴訟の意義についてですね、お尋ねをしたいんですが、まあ、訴訟を起こすということは、まあ、いわゆる判決に、まあ、判決を尊重するということをおのずと、まあ、そういう姿勢で、まあ、望むのかなというふうに思うんですね。そうなるともちろんその、かなうようなね、この、いわゆる訴訟をするという趣旨にかなうような判決が出るということであれば、これは非常に意義が非常に明白にあるわけですけれども、それがもし逆の判決が出た場合ですね、それはいわゆる政治的な交渉の、まあ、終結を意味することにもなりかねないというふうにも、まあ、思うわけです。そういう中で、もちろんそれはもろはで皆さんいろいろ想定をされての今回の決断だと思いますけれども、その訴訟、それを含んで、まあ、訴訟をですね提起することの意義というものを改めて、お尋ねしたいと思います。令和3年11月にですね、沖縄県が普天間飛行場代替施設建設事業にかかる公有水面埋め立て変更承認申請を不承認としたことに対して、これは沖縄防衛局は当該不承認について行政福祉審査法に基づく審査請求を行っております。この審査請求を受けまして、4月には国交大臣が不承認処分を取り消すこととする裁決が行われました。で、県としては、変更承認申請の内容がですね、こういう水面埋め立て法の要件を満たさず不承認処分は正当であること、それから今般の不承認処分は沖縄防衛局が固有の資格において受けたものであり、裁決は権限の乱用としてなされたものであると考えていることから、まあ、今回の裁決は違法無効なものであると考えておりまして、本件裁決の取り消しを求めて、訴訟を提起したいというふうに考えております。議員ご指摘の通りですね、じゃあ結果が出たらどうなるのかという観点では、これ一般論で申し上げますと、行政が司法の最終判断を尊重することはこれはもう当然のことだというふうに考えております。ただ一方で、我々はその訴訟だけでもってですね、この問題を問題に対応しようということではなくて、やはり対話、政府との対話というのも非常に大事だというふうに考えております。まあ、そういった意味から対話の必要性とですね、違法行為の対応として その訴訟は別であるというふうに考えておりまして、常に対話のチャンネルは開けておいてですね、そこはその対話によって解決の道筋を見出していくということも非常に重要であるというふうに考えておりますし、それに加えまして、やはり国民的なその議論というものが非常に大事になってくるのかなというふうに思っておりますので、そういった意味では、県民それからその国民向けのトークキャラバンというものをやって、沖縄の問題を常に、県外、あるいはその知事はですね、海外にもということで言っておりますので、広く訴えていきたいというふうに考えております。はい、他に田中委員。はい、じゃあお願いします。まず一つ、今回まあ裁判に訴える以前の県の判断としては、こういう水面埋め立て法をある意味で厳格にやった、その判断が、まあ、ある意味で覆されているという関係では、やっぱこのこういう水面埋め立て法に基づいた審査、どういう経過を経て、で、国との関係でもきちっと不明確なところも求めて、で、対応してきたと、その受けた結果としてもやっぱり不承認に値するという結論に至った、そこら辺のところの取り組み経過をきちっと説明していただきたい。やっぱりポイントになるのは90メートルの軟弱地盤、その地点自体が調査されたデータがないと、これでどうして完成できるのかと、あともう一つ、砂食いを打つことに伴う隆起、それが14メートルも上がると、それに対してもいわゆる回答がない。で、本会議で気になったのは、国の専門委員会が検討して OK 出してるんだからいいんじゃないのと言わんばかりのありましたが、それ自体がやっぱりこういう水面を埋め立て法に照らしたら、まあ、国土の利用
含めて、だからそこら辺に至るところで国が言う専門家、あるいは皆さんがかかる専門家という点で、あるいは国の専門家委員会はそういうこと自体もいや大丈夫ですよということなのか、あるいはそれに対しても一定の懸念が示されたということなのか、そこら辺についてはどんな議論がされたのか。県からの質問に対しましては、27地点の力学的試験を行わなくても判断ができるというふうな内容ではございましたが、私どもで検討いたしましたところ、やはり軟弱地盤の最深部が位置する地点の土質調査は欠かせないものというふうに考えておりまして、それをも理由の一つとして不承認としたところでございます。そういった技術的な判断をきちっと手法も問われるべきと思いますし、そこまで審議きちっといくように頑張っていただきたい。あと手続き論ですよね。結局国県の権限を持って処分したものを覆されたらたまったもんじゃないということだと思います。で、一つは、全国知事会が、県の、そういった国と地方自治との関わりで、問題だという指摘を踏まえて、で、全国知事会に、沖縄だけの問題じゃないですよという、そこら辺で、全国知事会も、ある意味で県の提起に応えるような、状況まで来ているというふうなのが本会議の答弁だったかと思います。そこら辺に至る経過で、そこの議論で結論的にはやっぱり県が主張するというところを全国知事会もそういった認識に至ったという理解でいいのかを確認します。高津知事公主長。はい、全国知事会での取り組みということですけれども、最低的関与は地方自治体が行った処分についてですね、審査請求の手続きを通じて大臣が関与するものでありまして、地方自治体の処分を取り消すこともできるものであるため、地方自治の保障の観点から極めて大きな問題であるというふうに考えております。そのため沖縄県では知事の処分が大臣により取り消されるという事態が基地をめぐる問題で生じていることから、去る5月に、全国知事会の提言書に最低的関与の見直しについて盛り込むよう提案をいたしまして、6月10日の全国知事会議においてこれが追加されたところでございます。県としましては全国知事会とも連携しまして、憲法が定める地方自治の本旨に基づいた本来あるべき地方自治を実現するため、政府に対して最低的関与については見直すことと強く求めてまいりたいというふうに考えております。ですから今回裁判に至るという点では地方自治が問われている国との関係でということで、全国知事会も、注目をする裁判になろうかという点では、やっぱり今回の裁判の提起は法治主義を守ると、あるいは是正を求めるということだと思います。要するに行政不服審査法を活用した今回の事態に至った経過の問題点、改めて皆さんはどういう対応なのかと確認します。高津知事公主長。はい、沖縄県がですね、沖縄県はその沖縄防衛局が提出した変更承認申請について、これ災害防止及び環境保全に十分配慮された検討がなされていないこと、それから変更承認申請の内容が後期を当初の承認に比べ実質3倍以上に長期化するなど、普天間飛行場の危険性の早期除去につながらないことなどから、これは不承認としております。でこれに対して沖縄防衛局長は自らを私人と同じ立場にあると主張して、行政不服審査法による審査請求を行っております。そもそもその行政不服審査法は国民私人の権利利益の簡易迅速な救済を図ることを目的としておりまして、一般私人の立ち得ない立場において不承認処分を受けた沖縄防衛局が行政不服審査制度を用いることは当該制度の趣旨から大きく外れたものであるというふうに考えております。田中委員。一つは今言った国の権限乱用は是正されるべきという点で意義ある裁判になろうかと思います。同時に議案の概要の中で、4点目議論がありましたが、本県の利益が侵害される恐れがあるという点で、私は自治権の侵害、法治国家を是正すると同時に民意の侵害は大問題だと思います。今回の知事選挙は文字通り県民投票を含めて3度の知事選挙のまた明確な民意で、今回立候補された3名は選挙結果が民意だという判断がありました。ですから今回明確に辺野古反対の民意が出されたという点で、この民意を覆すような工事の進行は許せないという立場に立った裁判にもなろうかと思います。でこの間ちょっと原点についていろいろ議論ありますが、私原点というのであれば
憲白書2013年、要するに憲白書は文字通りオール沖縄的な総意だったかなと。でこの憲白書は何を求めてどういうふうな経過でできたのか確認します。憲白書とは平成25年1月の28日に、オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会、それから沖縄県議会、市町村関係4団体、市町村議会の連名で、当時の安倍総理大臣及び関係閣僚に普天間基地を閉鎖撤去し、県内移設を断念することとを求める内容のものであると認識しております。佐永委員、すべての市町村長、議会議長、県議会もすべてという点で言ったら、求めたのはオスプレイ配備反対、普天間基地閉鎖返還、県内の移転反対と。ですからね、あの時点ですでに普天間基地は閉鎖返還を求めている。いまだに閉鎖さえしれない、運用停止さえされない、危険放置されてきた。ですから辺野古の基地を抜きにして直ちに普天間は運用をやめろと、閉鎖せよというこの取り組みの強化こそが今求められると思いますが、普天間飛行場は市街地の中心に位置しまして、航空機事故の危険性や騒音被害など、住民に大きな負担を強いているというふうに考えております。で周辺には多くの住宅や供給施設がありまして、令和3年11月には同飛行場所属機から宜野湾市の住宅地への金属製水筒が落下するなど事故が相次いで発生しております。で加えて近年はですね、外来機の飛来の増加などによって同飛行場における航空機の離着陸回数は増加しておりまして、復帰から50年、同飛行場の返還合意から26年経過した今なお、県民の過重な基地負担は一向に改善されております。で普天間飛行場の危険性の除去は喫緊の課題でありまして、政府が唯一の解決策とする辺野古移設に関わりなく、これは実現されるべきであるというふうに考えております。このため沖縄県としては、これまで普天間飛行場負担軽減推進会議等におきまして、オスプレイ12機程度の県外拠点配備や所属機の長期ローテーション配備など、政府に対して具体的な取り組みを求めているところでございます。沖縄県としては日米両政府に対して、辺野古が唯一の解決策との固定観念にとらわれずに、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む1日も早い危険性の除去、それから国外県外移設及び早期閉鎖返還を実現するよう強く求めてまいりたいというふうに考えております。委員長、最後に先ほど国際社会に訴えていくというデニー知事の意向は選挙直後にありました。それは辺野古を止めるのみならず、普天間の危険性除去も当然視野に入ってのことだと思いますが、国際社会に訴える中身として、私は当然一つは民意示されて民意に応えない国の民主主義のを問うべきですし、で裁判に至った法治国家が問われるということ自体も世界に発信すべき中身でしょうし、あとですから何をテーマに世界に訴えたら世界が沖縄の訴え、県民の叫びが共有できるのかという点では、何を意図してという点はやっぱり何をのそこに準備して臨むのかという点では、今の時点でどう想定するのかという点では確認しておきたいと思います。まだ具体的な方法時期とは決まっておりませんけれども、沖縄県民が辺野古新基地建設に反対する理由、それから沖縄県のそもそもの基地負担、それから日米地位協定の不条理さ等々についてですね、国連など国際機関での場で知事が直接国際世論に訴えることを検討していきたいというふうに考えております。それから県ではそのワシントン事務所もありまして、そこに職員もおりますけれども、沖縄県での取り組み、そういったものをその常にアメリカ向けにですね、情報を発信しておりますし、逆に向こうでもですね、向こうでどういう動きがあるかということについては逐一情報収集して報告していただいておりますので、そういった機関といいますか事務所も通じてですね、これから具体的な方法、場所、時期について検討していきたいというふうに考えております。はい、以上です。他にありがとうございました。これよりオツ第1号議案訴えの提起についてを採決いたします。本案は挙手により採決いたします。なお挙手しない者はこれを一目見なします。お分かりいたします。本案は可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。可否同数であります。よって委員会条例第14条の規定により、委員長が本案に対する可否を採決いたします。委員長はオツ第1号議案訴えの提起については否決と採決いたします。再開いたします。次にお諮りいたします。ただいま議決いたしました議案に対する委員会審査報告
書の作成等につきましては委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって採用決定いたしました。以上で本委員会に付託された議案の処理は終了いたしました。委員の皆さん大変ご苦労様でした。本日の委員会はこれをもって散会いたします。